吉野さん、生き字引って昔からありますよね生き引っていうのはもう70代とか80代、まあ、いわゆるお年を召されて自分の人生経験とかその人生の上に横たわっていたさまざまな知識とか出会った人とかをこう若い人にね語って聞かせるっていう話ですけども大体いいね昔の冒険者でもおなんかね探検してある村に行きました主人公がある村に行ったら 一番年寄りの長老って言われてる人に、まあ、手がかりをいろいろ聞いてね教えてもらうみたいなのがありますけどもやっぱり年の功っていうのはあるんでしょうねきっとね。これはねどれだけねインターネットが進化しても年の功にはかなわないなと思うんですよ。というのがインターネットに上がる情報ってアクセスの高いものが中心になるわけですよね。でも個人人的に知っってていることののはその人が インターネットに上げない限り、その人の脳みそにアップロードされてるだけに過ぎないと思うんですよ。それも客観的な事実はインターネットに上がるけども、ものすごく偏った主観的なね、感想っていうのはなかなか上がらないのかなと。それってあなたの感想ですよね、っていうね。そんなセリフがありますけども、いや実はね、世の中って多くの人の感想で出来上がってるところがあるんですよ。 個人的に感じることが集まって世論ってのができていてみんながそう感じてるんだなっていうようなムーブメント流れがあるわけですよねこれ相場をやってるとわかるんですけどもあの FX をやってると価格に対しての勘違いってのが起きていて儲かったり損が出たりするわけなんですよねみんながみんな正確な価格を言い合ってたりとか相場が常に正確な価格をそこに示していたら誰も損も得もしないし価格が動かないわけですよ ですので、多くの人の買われすぎとかね、売られすぎとか、まあ、こういったものによって、科学っていうのはふら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 動いて、そして本来あるべき潜在的な科学にこう引っ張られて、追いかけていってるような感じなんじゃないかなと思うんですよ。さあ、ここで何が言いたいかってことなんですけども、その YouTube をね、私たちが70代、80代まで続けるとして、確かにその YouTube の歴史は30年、40年になるでしょう。で、そこにですね、 語るる内容っててのは、人生が長くくななればなるほど増えていくわけですよ。えー、例えばね私が80歳になったと想像してみましょうか80歳の頃 YouTube やってるとしたらおそらく40年前とかを振り返ってねああなんか世界中をよくわかんない感染症が蔓延したと言われてるけどもあれ実態が結構わかんないんだよねいろんな説があるけども公式にはこういうふうな見解がある WHO ではこういういいに言っていたで当時蔓延した噂がこういうふうにあって私は個人的にこう考えているよとまあほとんどの人には全然浸透しなかったんだけども個人的にはこうなんだと思うんだ多分検索者もこういうの出てこないと思うんだけどねっていうふうに話すかもしれないですねだから個人的な思想ってのは極めればインターネット上には上がらないわけなんですよねでもそういうふうな知の教育が共有か知の共有がされてない中に 重大なヒントがあったりします例えばね一郎さんはねこんなこと言ってるんですよあの合理的な考えとかコスパなんてのはねクソ暗いということまあそれをね一郎さんが言ったわけじゃないんですけども一郎さんが言うのは合理的な考え方ってすごく嫌いなんだよって言ってますね無駄なことって結局無駄じゃないしうんやっぱそんなことしたら深みは出ないよと、うん、遠回りすることが一番の近道であり全くミスなでミスなしでね そこにたどり着いたとしてもうんまあ、なんか深みは全然出ないんだってことですね。で、こういうことをみんな分かっていてもでもできないんだとうん。ついつい最短距離を求めて合理的なことを求めて効率よくやろうとしてで、実際そうなってますか。ってことなんですよね？ここから私が思うのは流れに任せてうん。最善を尽くせば遠回りってのも回答に。 行き着くまでのヒントになるし回答が出た後のものすごくね多角的なもの、うん、の見方っていうふうになって単なる回答を手に入れるよりも非常に大事な道のりだったってことが分かるんではないかなともっと言うとねその遠回りや無駄を遠回りじゃなくて無駄じゃなくてっていうふうにできる 工夫が身につかなければ、結局答えを手にしてもその答えを使い切れないよってことなんではないかなと思うんですよ。まあ、人間はね、あの文明を作る上で、一番最初に火を起こしたっていう風な判断をする人もいます。じゃあ火を起こすに至るまでに最短距離でやったんでしょうかね。ライターでカシュッっていう風にやって、はい、終わり。出なかったと思うんですよ。ああでもない、こうでもないっていう風にね。 やっぱ火をを起ここすすってことと挑戦したと思います最初は火事の現場に行ってそこから火を取ってくるってことをしようとしたけども焼け死んだり熱かったりね、うん、なかなかうまくいかなくって火っていうのはどのぐらいの規模だったらどのぐらいまでの近さまで歩み寄れるかってことをだんだん掴んでいったんじゃないかなと思いますね。で木と木をこすり合わせて火を起こそうとした人でも最初は木と石を 擦り起こそうとししし、たのかもしれませんし石と石を擦って火を起こそうとしたのかもしれない、まあ、その過程で石と石をこすると石が削れて斧みたいなのができるってことがね副産物的に発見できたかもしれないわけですよ。ですんで目的に向かう過程でさまざまな手段をとりますけどもその手段そのものが目的化することも結構あったんじゃないかなと思うんですよ。よく私はね手段の目的化をするなと言いましたけども。 お金を稼ぐために YouTube を始めたのに YouTube 自体が面白くなっちゃって稼げないけども YouTube をやるみたいなね手段の目的感なんですよえでも考えてみるとお金を稼ぐ方法は他のルートを通るにしても YouTube を楽しむ稼げないけど楽しむっていうことは身につくかもしれないんですよねそれもとっても大事なことではないかなと思いますまあ想像するに私が80になった時にきっとそういうことを話すんでしょうね、うん その時に一番必要だと思ったことを話すんじゃなくて、当時必要だったことはこんなんだったよとか、当時無駄だと思ったことが今こういうふうに生きてきたよっていうね。そういうふうな発想が持てるといいなと思います。まあその時までね、YouTube が存在していて、で、私がね、アカウントをまだ許されているならきっとやってると思いますよね。はい。それじゃあ今日は、想像するとということでございました。